目にバリンダーなく首から下げ、誰からも目をそらされ、見ず知らずのやつになんか教えるもんかよ個人情報。もう空は薄い藍色、改札越えたら何色、ビルの壁ではタイトルマッチ、日本人初のヘビー級、背広姿がシャドーボクシング、女子高生はそいつをシャメ、几帳面が売りの先輩は奥さんが出て行ったらしい、覚えてデスク蹴っ飛ばし、大事なデータを飛ばしちゃった。出会いはあの人にもあって一緒になったんだろうな、どんな出会いだったのか。小さな夜は出会った人がサキさんでよかった。ベストセラー小説待望の映画化、思いがけない出会いが生んだ奇跡の物語。どうしても今夜伝えたくて。アイネクライネナハトムジーク。